うちひろき、みんな呼んであげて、もっと大きい声で、はい、来て来て、危な、来て来て、なんと早く、終わったんじゃん、早く来て、ほらほら、ちょっと待ってね、はい、マジ、OK、ミュージックスタート。おめでとう！いやいや！何何何？いや！何？ちょっと照明暗くしてもらっていいですか？照明暗くしていて。まあこれ写真撮りて。ほら普通に。普通に写真撮りたい。二人でフーってやりな。何これ？一緒に。せー。おめでとう！おめでとう！ありがとうございます。何これ？じゃあ下ろしていただいて。下ろしていただいてね。はい。俺また滝チャンネルかなと思った。滝チャンネルは。多分ドームやしなって。そうなんですよ。おめでとう！ありがとうございます。ありがとう！ありがとうございます。嬉しい、なんか。何これ？いつから？おめでとうございます。おめでとう。この感じ。何ですか？いやいや。ムチ君、聞いてたでしょ？ちょ、もうちょっと前に電話した。ムチ君が、今日ヨディ誕生日だからなんかしてやらなあかんのか。あかんな。こんな感じで。俺言ってた。いや、でもなんか大人の事情でできひんって言ってたよ。そう、これ火つけるのにも、消防署の許可とかいるんですよ。そうなんですよ。許可取ってやります。その許可が取れませんでしたってムチ君には言ってた。言っといた。はい。取りました。取りました。マジで？取ってましたよ。あくんの力で取りました。取りました。嬉しいこれ。また騙しちゃったけどね。いつでもあんな本番ギリギリ前やったよ。そうですね。本当に。だからもうみんなにも伝えたのも一昨日。はい。その前からスタッフさんと俺打ち合わせしてて。はい。実はね。しました。ちょっとなんか俺帰り遅かったりしたでしょ。あーくんだけ遅かったなってよ。もうその時打ち合わせしててすぐ分かったもん俺。じゃあヨディマイクないの？じゃあヨディマイクで喋んなよ。いや俺は自己得てっきり俺は単純明日でさ別に俺関係ないからさ関係なくためになんかしてあげないのって話したらいや大人の事情でみたいな。そう、はい、許可もないしみたいな。そう大人の事情で2人ケーキもないからじゃあ触れんのやめとこうかっていう話したじゃん。そうそうそう。でお客さんにもそんな冷たくないですよ僕たちは。みんなファミリーですから。そうですよ。いや嬉しい、嬉しい、本当にありがとうございます。やべえ、シャメ撮りてこれ今ね、撮りたいねこれ ね、 ね。だから普通さお客さん MC とかにさ誕生日おめでとうございますとかさ言うじゃん、うん、そうなんで言わへんかったんよ。開演前にメッセージ流しといてマジで、はい、だからテレビはちびまる子ちゃんと そうなんですよ。だからちびまる子ちゃんが見てたそうだ。僕らも滝沢くんの後輩ですからね。うわー、血引いてますね。血引いてますよ。もう音も全部切ってもらって、もうなんかね、完璧にしましたよ。ね、じゃあ何？この二人を騙そうとしてたの？そうだよ。そうだよ。はい。じゃあ一回楽屋戻った時は、みんなもう知ってたってことでしょ？もちろん知ってるよ。知ってましたよ。お客さんも最初から知ってるよ。最初から知ってるよ。世の中全然知ってましたよ。だからさ、MC の打ち合わせでもさ、ヨリの誕生日のこと、なんかこいつが俺にさ、触れないでね、ちくみたいな。なんで？そんな普通おめでとうっていうのが人じゃないの？人としてそれは。いや、だからどうでしょう？愚痴に何て言おうかで悩んでて、あくんは。何て言えばいいかな、みたいな。うん。で、ああいう形になったんだけど。大人の事情で。俺らも楽屋にいて、うちが後藤と一緒にいて、今日ヨディの誕生日が何かしないのって、後藤と俺目見まして。どうしようどうしよう。これ楽屋からスッとさっき聞いたの覚えてる？それが俺とうちと藤井で楽屋にいて、今日ヨディの誕生日やな、なんかどうするのみたいな。気まずいから俺そう。知らん知らん知らん。俺が後藤とめっちゃ目見てて、いやいいんじゃないの。まあ昨日もちょっと触れたしいいんじゃないみたいな、なんかもう
いや、そんなことちょっと冷たいなとは思ってたのよ。人としてどうなんやろ。こっちもこっちで辛かったよ、それは。そうやろ。でも、かといってなんか、お前らに対して、お前ら冷たいやんけって言うのもなんか、あれやん。だから俺は心の中で、こいつら冷たいなこのためです。こういうことか。このためです。うわ嬉しい。嬉しいよ。ありがとうございます。大成功です。せっかくだから、なんか、抱負みたいなの。そうですね。え、抱負みたいな、ちょっと。いや、僕はもう、あと、3時間ぐらいですか。3時間ぐらいですか。26歳になります。はい。おはい、26やから言うてね、別にこれといってあれはないですけれども、まあなんかこうやってね、まあ、こんなにね、こうやってファンの人たちにも、がいて、こうやってメンバーもいてね、こういうなんかお祝いのされ方を僕したことがないから、今ちょっとすごい嬉しい。今までの人生の中で一番嬉しいかも。おその時にいます。みんな。ありがとう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 。さっき肉肉肉ってやつが出て、流したおめでとうになっちゃってる。本当だ。肉ってやめろ。みんなか、みんな隠してんじゃねえよ、肉って。25歳大集結。そう。みんなうちは隠してね。やってくれて協力してくれてありがとう、ありがとう、ありがとう、もうすげえ嬉しい。じゃあ、よどみやと、はい、いや、俺も本当にこうやってまずステージでこう誕生日を迎えるっていうのが、はい、何以来かな、ワン以来、滝沢くんの舞台のはい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 ワン以来なんで、でもこうやってこんなケーキとかね持ってきてもらうことなんて本当初めてだから、はい、本当嬉しいです。ありがとうございます。いや、これ嬉しいわ。嬉しいね。朝は早起きして作りましたよ。嘘つけ。嘘つけよ。あなたが作った。嘘つけ。で、せっかくあるから食べさせて。あ、食べようよ。食べよう。ファンしないよ、二人で。一緒に。ほらほら。お互いせーの。ファンしないよ。お互い、あーんさせ、ね。俺、イチゴが食べたい。俺、ブルーベリー。ブルーベリー。ブルーベリー、ちっちゃいしな。見た目。地味だよ。スポンジ部分じゃなくてフルーツだけ。いいじゃない。嬉しい。おお。あれ、ブルーベリーが。いや、ロウソク、ロウソク、ロウソク。何してんの。ロウソク。でかい、でかい、でかい。そんなもん、そんなもん。美味しいです。よかったよかったよかった、おいしい、ありがとうございます。うまい、おいしい、いえいえ、楽屋にしろ、楽屋にしろ、後でにしろ。ありがとうございます、ありがとうございます。本当に嬉しいわ。よかった、これ嬉しいわ。大丈夫、大成功だった。大成功、大成功、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもまあこのままで終われないからね。そうですよね。じゃあみんなで食べる？そういうこと？それ多分大人の事情でダメだと思うから、それもドッキリじゃないんで。それみんなで何、楽屋来るの、こうやって来るの？いや、ここでみんな上がってきて食べたいんちゃう。黄色木？26になっただろ。はい、はい、すいませんでした。子供のあるだろ。はい。で、せっかくだからちょっとヨディとウチ君のツインボーカルで一曲。はみんな大好きな曲ありますよね。みんな大好き、みんな大好き、好きなだけトゥデイ、やりましょう、やりましょう。ガッキー、ガッキー、ドラム、ガッキー、ドラム、いただきますよ。じゃあドラムス、石垣、ガッキー、ドラムスの、ここが一番緊張してたから。温かい目で見てください。お願いします。騒ごうぜ、騒ごうぜ、最後の祭りだぜ。食べ過ぎだよ。タイトル言って。みんな大好き。福田若人です。
たよりも今好きなダーティトゥデイ。大切な時を数えて一つになり始めて。すげえ幸せ。もうこの後みんなでご飯行きたいもん。それぐらい。連れてって。え、連れてってくれ。え、連れてって俺らが金出した。まあまあまあ。違うのね。まあまあ、稼いでますから。大丈夫なのね。まあまあ、稼いでますから、ね。やめとけ。ヒロティホールやめとけ。まあ、持ってますからね。やめとけ。やめとけ。やめとけ。いやでも本当に嬉しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一生の思い出に残る誕生日になりました。ありがとうございます。幸せ者です。じゃあまあ、あとは楽屋でちょっとメンバーだけで楽しみます。はーい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またライブ来てね。もう超幸せ、俺今日。ありがとう。明日稽古行きたくない。この余韻に浸りたい。確かに。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。明日バイバイ。楽しかったよ。ありがとう。バイバイ。バイバイ。明日お腹痛いって言ってる。ありがとう。言っちゃってんじゃん。ありがとう。ありがとう。誕生日でした。ありがとう。ありがとう。